東京オリンピックに向けブラジルから来日した柔道の選手団が昨日合宿先の浜松市内に到着しました。午後9時半です。ブラジルの柔道代表チームを乗せたバスが今浜松市内に到着しました。浜松市内の宿泊施設に昨夜到着したのは東京オリンピックに出場が予定されるブラジルの柔道の代表選手や監督ら30人です。羽田空港に到着した選手団は新型コロナウイルスの検査を受けていて全員の陰性が確認されました。練習は浜松市西区の雄東総合体育館で今月29日まで行われます。